季節は、はい、もう春でございます。うん。今年の国家試験をパスして、うん、ラボに就職が決まって、うん、頑張っている、うん、新人技工士さん、社会の厳しさとなり、うんうん、まあいろいろ仕事の厳しさなりを、うん、痛感している頃かと思うんですけど、うん、そんな皆さんに送る幸之助も、うんうん、新人の時やってしまった、はいはい、失敗談、はい、これをですね、うん、ちょっと聞いてみたいと思います。まあ僕が一番初めに勤めたラボが、はい、立ち合いメインのラボだったんで、はい、まあ、立ち合いに行ってたんですよね、うん、で任せられる仕事もまあ、セラミックをやらせてもらってて、おで、まあ、もちろん保険から入ったんですけど、はい、徐々にこうセラミックを触らせてくれるようなラボだったんですよ、はいはい、その当時ポムっていう材料があったんです。ポム、ポム、はい、メタルフレームの上に、はい、今でいう EMAX をプレスするみたいな、うん、だからもう物的にはメタルボンドみたいなやつなんですけど、うんうん、はい、上額の大きいケースをそれやらせてもらってて、うん、でそれも立ち合いでやってたんですよ、うん、だから大きいケースだったんでどちらかといえば力入るわけじゃないですか、はいはい、なるべく前倒してやるようにしてたんですね、はい、4回ぐらいこうプレスするのを失敗しちゃって、はあ、で結局10時かそれぐらいのセットだったんですよね、うん、その日の2時か3時ぐらいにもう一回プレスをしたんですよ、うん、5回目ぐらい、はい、それがもう失敗してたら終わりなわけですよ、はい、でまあ奇跡というか、まあ、プレスがまあうまいこと言って、うん、朝の本当に5時か6時ぐらいにステインをして、うん、グレーズして、うん、研磨して8時半ぐらいにもうギリギリ仕上げて持ってったんですよ、うん、まあ、なんとかギリギリ間に合って、うん、仕上げ的にはやっぱ荒いところもやっぱあるわけですよ、はいはい、ギリギリなんで自分的にね納得できないところっていう、そう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 、はい、詰めるとこ詰めれなかったみたいなのが、うん、まああったんですけど、うん、まあそれとは裏腹というか、はい、患者さんはすごく喜んでくれて、うん、よかったんですけどね、うん、よかったんですけど、まあちょっと心苦しいなと、うん、やれることやれなかったのに、まあ、なんか喜んでもらえて、うん、っていう失敗だ。トリミングってやるじゃないですか。うん。削るやつね。はいはい。削りすぎちゃうとかね。どういうこと？マージンを削っちゃうとか。ああ。メタルのインレイとかも残存紙というか。うん。その形成してある刃のその強速コートだけ残ってるとかあるわけですよ。うん、MOD とか。うん。形成だと強速のとこトリミングの時バンって削っちゃったりとか。で模型作りの時に手滑らして下に削っちゃったりとか、ああ、もうキャスト失敗なんかもう普通にありましたよ。何回も失敗しました。初めどうやら入んのっていう、特にメタルボンド、うん、でマージンとか結構攻めたりとかしてたんで、うん、入ってないやつとかすげえあったんですよ、うん、メタルボンドって3層でキャストするんで、うん、怖いんですよ。ビビりながらやってたんで俺まあ、僕もいろいろそういう失敗してきて、うん、まあでも失敗したから、うん、次はこうしようってまあ考えるわけですよ、うん、そうですね。それでどん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 この失敗が少なくなっていくっていう、うん、しまいにはこう失敗はなくなっていくんで、うん、失敗しないとまあうまくならないというか、うん、それで嫌にならずに、うん、そこに立ち向かってね、うん、やっていけば自分の実力に、実力というか自分の技術とか、うん、体力とかに今つながっていくので、うん、めげずにちょっと頑張ってほしいですね。本当に何でも最初からうまくいくわけではないですからね、うん、まあ、今悩んでる人いると思うので、そういう経験を経てうまくいっている人のが多いので、めげずにねちょっと頑張ってもらいたいなと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。